えっと、空間フィルタリングについて説明します。で、空間フィルタリングなんですけれども、まず空間フィルタリングっていうのを理解する前に、ノーター変換っていうのを理解する。というか、まあ、一応最終的なんで、これをわかるといいと思います。で、ノータ変換って一体何かっていうとですね、あの、まあ、この間、あの、前回の動画でですね、トーンカーブみたいな話をしたんですけども、トーンカーブみたいな感じでですね、その1月あたりに1月にこう、変換させるっていうのをね、ノーター変換って言います。どういうことかと言いますとですね、例えばここがですね、100みたいな感じのね、気度。あの、輝きの度ですよね、気度。 例えば100、100軌道、1気まあ、100ですね。まあ、この画素値が100っしたときに、それをですね、まあ、あの、何か、何かしらの255とか、100から、ま、じゃあじゃあ100とか、まあ、同じ100とか90とか10とか、まあ、そういうふうにですね、能ー変換でか変えるっていうのが能ー変換なんですけども、じゃあその空間フィルタリングって一体何なのかって言いますとですね、空間フィルタリングっていうのは、この周りのですね、周りの情報を元にですね、まあこ、この画素もそうなんですけど、周りの情報をプラス、あ、この画素プラス周りの情報を合わせて、それを、えっと、考慮してですね、あの、ここの値を決めるっていうのが、えっと、空間フィルタリングになります。で、空間フィルタリングなんですけど、一応線形、 フィルターっていうものと非線形フィルターってのがれるんですけれども、まあ、非線形フィルターっていうのはですね本当にまあ自由なやつまあ線形フィルターじゃないものを全部非線形フィルターって言うんですけれどもで実際に線形フィルターについて説明しあっ線形フィルターについて説明するというかまあ そうですね線形フィルターについて説明します。線形フィルターなんですけども、基本的にこんな感じになっておりますで、これ何かって言いますとですね、こういうのがフィルターなんですよ。こういうのがフィルターみたいな。こういうのがフィルターって思うかもしれないんですけど、例えばこの入力画とかこうとしますよね。例えば50、50、60、60、70、80とか、こういうふうにですね、まあなんか明るさの数値があるわけですね。で、この数値をですね、例えばここ70を71に、あ、まあ71じゃなくてもいいや。例えばこの像をですね、まあ何かのフィルター、こういう感じの、こういう形のフィルターだってこういう形のフィルターだっいうを使ってですね、ヒュッて変換させるのが空間フィルターです。で、線形フィルターって一体何かっていうとですね、 えっとえー、っとねこれ説明ちょっとえー、まあとりあえず左上のやつかける左上のやつ足す、えー、んこいつかけるこいつこいつって言い方が悪いんで例えばなんかすげえ簡単なやつを用意しますね例えばですけどフィルタリングとしてえっとどうしようかなじゃあじゃあこういうのでいいですかこうこう,こういうのでいいですかこういうのだったとした時にですね1かける50ですね左上五十1かける50足す0かける50足す60かける0 す 60×0 足す 70×0 足す8 0ゼ0 1足す8 0 × 0イナス1かける0 1 0 0みたいな感じでですねでこれいくらになりのって言ったら50足す80足すマイ -100 ですよねだから合計30ですよねってことでここの値は30におりますだから70から30に変換されるって感じですね OK ですかこれがですね空間フィルタリングの選挙フィルタリングの考え方です OK ですかねで例えばですけれども えっとこういうですね、まあ、9分の、まあ、例えばこれとかやったら、今、これ71になってるのは何でかってった一応用意したんですけど、それが分かり,分かりやすくしたつもりなんですけど、すごいちょっと今、改めてちょっと分かりにくくなってなってるんですけれども、この九分、全部を9分の1にするわけです。全部を9分の1にしてするとですね、これの平均を取れるわけですね。これで、例えばじゃあ、50、50、60、60、80、80、90、100で、ちょっとだけ多いんで、大体それでまあ71ぐらいっていうのが、まあ、こんな感じでできたりとか、まあ、いろんなそういう感じのものが全部選挙フェルターってなのあります。結構簡単ですよね。た畳み込み選挙みたいに言ったりするんですけれども、まあ、若干ですね、それはあの、まあ、本質的に、 な人なのかもしれないんですけれども、まあ、こういうふうに考える方がすごい分かりやすいので、一回こういうふうに考えますね。で、えっ、ー、と、まあ、フィルタリングといっぱい,い,っぱいあるんですけれども、まあ、結構有名なものっていうのビ、ねまあ、微分フィルターであったり、平滑化フィルターだったりするんですけれども、まあちょっとですねもう今回、微分フィルターについては、あの次の動画か、まあ、次の次の動画かわからないんですけれども、まあ、一応ですね、後々説明するとしてまして、えー、と今回ですね、こちらの平滑化フィルターっていう話をします。で、平滑化フィルターなんですけれども、一、まあ、つのね、こういうパターンですよ。 ど,どういう感じでこのフィルターがあるのか。いろんなフィルターがあります。ガーシアンフィルター、アラプラシアンフィルター、いろんなフィルターがあります。でこのフィルターの,の、えー、中でですね、まあい、かなり有名なものの一つが平滑,平滑化フィルターと言います。で、平滑化フィルターというのは別名平均化フィルターになります。平均です。ですので、まあ、ですので、っていうか、まあ、あ,のあれですね。 あの平均からなので結果、結果的にこれの平均、これの平均をこっちに渡すって感じなんですけども、ちょっと具体的に説明しますね。例えばこういう感じです。3分の1かける3分の1かける3分の1を渡すっていうとか、まあ5分の1、5, 5個あったらこう5個だし、7個あったらこれ。まあ、あの、これ1次元の話でもいけますし、こういうね、横に1次元でも縦に1次元でもいいですし、まあ普通にですね、こういうあの2次元の、まあ例えばあの3かける3の9個の、えー、と画素数のやつも、えー、と空間フィルターにするときに、えっ、ー、と、平ッ化フィルターっていうのは本当にこれです。これ。超単純ですよね。あのー、まあこれと一緒ですよね。これの平均 平均を取るこの9個の平均を取ってでそれをここにああ渡すっていう感じなので、まあ、すごいですね。まあ あのよくあるんですけど、これなんでこれをよく取られるかっていうとですね、これのメリットがあるわけです何のためにこの平滑化フィルターというのをみんな学んでるかと言いますとですね、これノイズなどの不要な濃淡変化を軽減にしようっていうことなんですけども、まあ、どういうことかと言いますとですねなん、なんかノイズって結構入るわけですよ。これはですね、以前の動画のですね、CCD と、えっと、CMOS カメラみたいな違いなんかをちょっとこれね、見てまあ一応ですね、コメント欄か、まあ詳細のところか、まあどっかにですね、このリンクを一応貼っとくんですけども、まあこれカメラ好きの人とか見てもらわないと意味がない、まあ意味がないことはないんですけれども、まあ、画像ってそういうふうにあのノイズとかが入るよねって話 んですけども何がいいかと言いますとですね、ノイズってあるじゃないですか、ノイズ。こう、画像があって白とか黒とかでポン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 ってあるじゃないですか。で、そういう白とか黒とかのポン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 をあをですね、こういう例えばぼかすわけですよ。平滑化フィルターって言って、ここで平均を取るわけですね。そうするとですね、結構平均を取ると、これがニブってこう、ニブルっていうかね、わかりますかね。こう、ジャジャーって滲んだりする感じになるわけですね。例えば白、真っ黒の中に白い点がポンとあって当たとしてもですね、その白い点はこの平滑化フィルターっていうのを取ることによってですね、まあ、結構その灰色に近づいていくという感じで、みんなにこう、ちょっと見えにくくなるみたいな。そういう感じですね、 ノーズムフの濃淡変化の軽減にしようっていうのがよく取られる話なんですよ。OK ですかね。ただですね、まあ、まあ、逆に言っちゃえば、ちょっとですね、まあ、あのー、ああまあ、かまあ、ちょっと、平滑フィルターにもね、いろいろ何点がありまして、どういう何点かって言いますと、ちょっとエッジがちょっと消えちゃうみたいなね、大切なこの輪郭ですよね、輪郭が消えちゃうみたいな話がありまして、これはですね、ちょっと後々話しますね。で、えっと、これの対処法もいっぱいあります。いっぱいいろんなことをあの考えられていて、これも全部あの動画見たら分かると思います。あ動画あの、今からね、話しますね。で えっと、まあ、重みつき、で、でですね、まあ、あの、こういう感じでですね、平滑が増えたとすると。ただですね、これちょっと問題なんですけれども、この平滑増ータあ、これエッジの話だった後ですどういう問題かと言いますとですね、この、なんか、えせっかく真ん中のやつをやってるのに、この真ん中からまん真ん中から真ん中にこうやってるくせにはですねこの、この全部をね、あの、なんか同じように、なんかあの、同じレベル、同じ強さでですね、判断しちゃっているわけですよ。わかるんですかね な、な、な、あのー、同じやつなのに、こいつとかと同じ価格でやってる、価値でやってるっていうのは、ちょっと、うーんみたいな、ちょっと、うーんって感じですよね。なのでですね、これ、重み付き平滑化っていうのがあります。はい。で、重み付き平滑化っていうのは何かって言いますとですね、まあ、あの、まあ、そまあ、あの、僕が言いたいこと、 まあ、あの例えばですね、これをね、9分の1じゃなくてですね、18分の1同士で割って、だいたいこいつは18分のなんか10だみたいな。で、それ以外のやつらは18分の1だってやる感じですね。そうすると、まあ、ちょっと、あれあう,んうん、うん、うん、そうですね。そんな感じでやるとか、まあ、そういうことでですね、重みをつけるわけですね。で、それのつけ方も実は2種類ありますでその2種類もあのざっくり説明しますね。この2つがありまして、加重平均化フィルターっていうのと、ガーシャンフィルターっていうものがあります。で、加重平均化フィルターに関してなんですけれども、まあ、これ2つとも似たようなことで、今話したことなんですけど、中央に近いほど 大きなもみを持つって方で、えっ、ー、と、大体こんな感じの形を取られます。で、例えば、まあ、これで16分のにしましょう。さっき僕18分のって言ってたんですけれども、よく取られる方法は16分のです。で、16分の4、16分の。で、上下はね、上下は結構じゃあ、あの重重、ちょっとだけ重くしようね。一番ここは重くしようみたいな感じですね。そうするとですね、こう線形でこう、ピューってこうね、線形じゃない、えっ、ー、と、写像じゃない、まあ、写像というか空間フィルタリングでこう、ピューってこう変換されたときに、 結構ですね、その真ん中のやつを、あのじ、重点置いてですね、あの、こいつの色をちゃんと理解して、その周りもちゃんと考慮することによって、まあ、多少なりともですね、ノイズはですね、もしかしたらちょっとこう、濃く残るかもしれないですけれども、その全体的に、ね、画像として、あまりにもボケてしまうわけですよね。例えば、この状態だったらとかしたら、ヘカツカフィルターを普通の画像にやりますよね。例えば、綺麗な女性にとかにしますよね。レンナーの画像とかよく使われます。レンナーですよね。まあまあ、あの、女性の画像とかを使うときにですね、例えば、その、あ,あ、まあ、お花の画像とかに <laughs> どっちも絵は どっちでも A は。はい。あということですね。まあ、あの、画像とかね、お花の画像とかを使うんですけれども、そんな時にですね、結構平滑化フィルターをすることでです、ね、ボケボケになるわけですよ。ボケボケっていうのは、あのボケたうような画像ですね、ちょっと若干モザイクみたいな感じになるわけですよね。なんか変な、なんか,なんか変な、えー、えー、みたいな感じあの、えー、えーってのはあれですね、あの、ピクチャー、あの、フォト、んドローンみたいなね、感じの、えーみたいになるわけですね。で、そうなった時にですね、結構なんかあの、良くないよね、みたいな感じ。なので、それをあの緩和するために、じゃあ、果平均化フィルターっていって、よりですね、精度の高い画像に変換させようということなんですけれども、かといったのは、 ノイズをちょっとだけ軽減させたい時にですねこういう感じで思いつき平均化がつかかって、その1つ目この端平均化フィルターっていうのがあるわけですよ。うん、OK ですかで、これはですね、中央に近いほど大きな重みです。じゃあ、かといってですね、じゃあこの次のガウシアンフィルターに説明します、ね。でガウシアンフィルターも中央に近いほど大きなもみなんですよ。重みなわけですよ。でですね、まあ、じゃあ何が違うのかっていうことなんですけれども、このガウシアンフィルターっていうのはですね、あのガウス分布っていうものがありますと。うんあ。ガウス分布ね、はいはい。あ これだから正規分布とも言ったりします。あ正規分布ね、はいはいはいっていう方はですね、まあ、非常にですね、まあ許容があるというか、まあ、すごいなって感じなんですけれども、あと、まああの、ガウス分布って一体何かって言いますとですね、あのー、まあこ、この式です。これがガウス分布です。OK ですかね。 え、これ、あ、シグマです、これ。えっと、シグマ、シグマってわかりますかねあの、この、この、えっと、この、なんかありますよねこの、あの、諸行とかの、あれを集めるですね、あの、多項式の、合体させる、あの、あのシグマですね。あのシグマの小文字版、ギリシャ文字の小文字版なんですけれども、その 2π シグマ2乗分の1、エクスプレンシャルマイナス、あ、これエクスプレンシャルだったら E ですよ。E の何乗ってことなんですけども、書きにくいから EXP って書くのは、結構大学でよく取られる方法です。EXP で、マイナス2、シグマ2乗分の X2 乗プラス Y の2乗。この公式です。この公式を、が、どうなるかと言いますとですね、これ、あ、これですね、 書いてるわけですよ。本当はあのガウスガウス分布ってのは一次元のものもありまして、一次元のものになるとこういう感じです。オッケーですか？ こういう形。関数にするとこ、こう、こういう形ですよね。な,な,なんかありませんねこう。テストの成績とかでねあの、全体の分布図みたいな感じでですね。で、これを今二次元にした。二次元にしたって言うとは、これはですね、すごいちょっとあの一生懸命あの勉強あの、あの、あれですね、絵の練習したんですけど、ちょっとなかなか描けないなと思ったんですけど、想像してほしいのはですね、一枚のこう風呂敷みたいなの置きますね。あの床にあ、床とかテーブルの風呂敷を置いて、風呂敷の上ですね、こう下からですね、こうリンゴを置くとかですね、ペンを立てるとか何でもいいんですけど、そうするとね、もこってこうですね、こうちょっと膨らむわけですよ。そ,そ,そんな感じですね。だからこう、絵としてはですね、ちょっと もう一回書きますね。こう、こう、ふわふわーみたいな。ふわーみたいな感じですで、で、このこっち側にも来てますよね。なんかこう、なんか、これ難しいんですけど、ここ、ここ、わかりますかねわかりますかねここ、ふわって感じですね。このマントになんかあのドラえもんのですね、こう、タイムフロー式みたいなやつですねの、ドラえもんか何かの,のですよね、なんかこう、なんかある物体をですね、ふわってこう、かぶせた。かぶせてこう、あ、その子がこう、またね、あの、ピーちゃんがこう、一回やるみたいな、わからないですけどね。まあそういう感じの時にですね、こんな形になるわけです。これがガウス分布のわけですね。で、ガウス分布の公式はこういうことです。これは二次二次式ね、X と Y ね。こっちが、 えー、X こっちが Y みたいな感じでやるときにこういう感じの分布になると。で、この分布ってのはすごい綺麗な分布らしいんですよ。どうやらね。どうやらそのガウス分布、積分布っていうのはすごいですね。まあ,まあ理想的なですね、こういう形になっているわけですね。で、だから、なってるわけなんですよ。で、そのガウス分布のこの形をじゃあ使おうよみたいな。これインガーフィルターにも使おうよって考え方がこのガウスシャンフィルターです。だからガウスシャンフィルターはもうほとんどこんな感じなんですよ。こんな感じ。 16分の四とか、この真ん中が一番高いですよね。で、徐々に、だから、周りのやつは弱いと。で、まあ、これ、加重まあ、そんな感じでガウシアン、ガシアンフィルターもそんな感じになっております。で、加重平均化フィルターに関しても、結構ですねあの、あの、まあまあまあ、その、なんていうかな、これが、例えばかける4かける4かける4とか5かける5だったら、これ16分のじゃないですよ。またこう、膨れていく、膨らんでいくわけですよ。25分のとか、まあ何分のとか。のは、基本的にはそんな感じでやっていくんですね。ちょっとですね、まあ次、じゃ次の動画でですね、えっと、まあ、平滑化フィルターって、おいおい、なんか使えないぞっていう、あの、平滑化フィルターの問題 回転そのさっきのエッジの検出ですよね。エッジがなんかちょっともうボケってしまってボケすぎてもう A じゃなくなっちゃってるみたいな。平滑化やりすぎてみたいな。問題はちょっとあの次の動画で解説します。ありがとうございました。